タリス・オベド・モーゼスは、バヌアツの政治家、牧師であり、2017年7月6日から、バヌアツの大統領を務めている。オベト、モーゼス・タリスとも表記される。アンブリム島西部のポートバトの出身。1964年から1967年まで、小学校に通いその後様々な学校の教職を、務めた後、1978年にエスピリトさんと、 島南部にあるタンゴは長老派教会聖書学院に入学した。1980年から1981年にかけてオーストラリアのシドニーミッショナリーバイブルカレッジで学び、進学と宣教の学位を取得した。1989年にはオーストラリアに戻り、アラン・ウォーカー福音主義大学で学び、同年卒業した。エロ漫画党、アンブリム島北部のラノン、ルガンビル、 バメファウでも牧師として奉仕した。オーストラリアとパプアニューギニアで宗教的な訓練と教育を受けた後、2009年と2013年にバヌアツチョウロハ協会のモデレーターに選出された。2017年7月6日、在職中に死亡したボールドウィン・ロンズデール、大統領の後継者として選出された。4回の投票の結果、16人の候補者の中から、 選ばれ直後に先誓した。ありがとうございます。